大丈夫かな、ナイスケージ、俺下がっちゃうよ、俺下がっちゃうよ。さあ、皆さん入ってます？ここですよ、すぐインスタ、ツイッターバンバン乗っけて。入ってる？さあ、写真タイムどうぞ。聖子さん、やっぱりね、これ見てみるとね、うん、めちゃめちゃ綺麗な格好してるんですよ、みんな。本当に、ケージ君もっと前でよ、自信持とうね、ケージ君。めちゃめちゃ可愛いし、めちゃめちゃかっこいい。本当に？何これ？やっぱみんななんかドレス、スーツ似合いすぎてるね。もしかしてこれちゃんと提供してもらってるってやつだよね。そうだね。皆さんパンフレットご覧ください。パンフレット持ってますか皆さん。パンフレットにご覧書かれています、成人振り袖は千代田だ。さあ皆さん、19歳の皆さん行きましょう、千代田に。そうね、なんかこのパンフレット持ってくとなんか割引特典とかあるらしい。そう、このパンフレットを持って千代田さんに行くとなんと割引できるということだから絶対みんなこれもらって帰ってね。そう、捨てないでください。皆さん持ってってください。そしてカットスペースウィッチ、あ、すいません、西原町上原の居酒屋銀次郎斜め向かいにあるカットスペースウィッチがヘアメイクの一部協力をいたしました。いや、めちゃめちゃかっこいい髪型。ウィッチファンか。すいません、客席から。ちなみに You're so beautiful, you're number one。 アミさん、カナダからいらしています。応援がカナダからいらしています。ジオミさん、さあどうぞ。はい、いいですね。すごいでしょ、コネが。聖子さん、司会だから。聖子さん、コネがすごい。聖子さん、はい、そろそろ行っちゃいましょうよ。そろそろ発表行っちゃいましょうか。さあ、それでは写真タイム終了です。皆さん後ろへ戻ってください。さあ、今回の抽選は厳正なる審査となっております。さあ、それでは選挙管理委員会、お、来たんですか、ついに。今投票が出たみたいですよ、今ちょうどね。発表しちゃいましょうか。僕たちも知らないのね。さあ、それでは決まっちゃいますよ。発表しちゃいましょう。誰だ、すごい雑捨て方が。育ちが出る。誰だ結構いい方ですよ。誰だ誰だ。マジか、お、マジか。ああすごい。あ、東京。誰、オリンピックみたいに。やめてやめて、オリンピックみたいに。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。覚えるよ俺、マジで覚えるよ。 OK。 さあ、それではまずアソビーチ賞、アソビーチ賞の発表に入りたいと思います。さあ、栄えあるアソビーチ賞ミスは、エントリーナンバー1番、小長里乃さんです。そしてミスター、エントリーナンバー4番、町田寛成さん、前へどうぞ。お願いします。あ、アソビーチ賞おめでとうございます。アソビーチおめでとう。お菓子持ってきますか。取りませんよ。アソビーチ賞、さあ前どうぞ。写真お願いします。2人並びましょうか。2人並びましょう。そうだね、隣になってね。お、賞金かな。さあ、賞金何ですか。賞金もあるみたいですよ。アソビーチ賞、賞金、完成さん、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。挑戦者、改めて皆さんお願いします。大きな拍手だけもらっていいですか。もう一度改めて大きな拍手お願いします。はい、前向いてください。写真タイム。さあ、アソビーチ賞おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございました。挑戦者、ゆっくりでいいね。さあ、ひろやくん、ついにこの時が来ましたよ。そうですね、これが僕たちの学校の顔ですよ。本当にミスミスター顔ですからね。さあ、それでは発表へ参りたいと思います。あ、緊張する。第51回霧学祭ミスミスターは、
エントリーナンバー3番保育課1年生比嘉さくらさん。エントリーナンバー5番諸見里よしき。おめでとうございます。さあ51回ミスとミスターが決定しました。さあ平くんミスの子にこれをお上げください。さあおめでとうございます。ミスターどうぞこれかけてください。なんて書かれてるんですか。愛が欲しい。借りてるだろう。借りてるだろう。おめでとうございます。さあそして賞金の方も出ております。さあミスターおめでとうございます。いただきました。さあこれぜひつけてみる。どうですか。つけてるけどね。いっちゃおうか。2個やる。多分持つか。かわいいな。さあじゃあ前どうぞ。写真タイム。2個つけていいのこれ。ついにかぶってるってこと。変な感じじゃないですか。さあお写真タイムお願いします。ひろやさん、はい、やっぱみんな感無量じゃないですか。この2人が選ばれて。そうですね。聞いちゃいましょう、お気持ち。そうですね。さあ第51回ミスターに選ばれたお気持ちお願いします。4文字熟語で。あ、難しいか。難しいな。普通に自分の言葉でお願いします。まさか自分がなると思ってなかったのでとっても嬉しいです。鏡見ろ、わかるから。理由あれやっぱ俺か。なるから鏡見ろ。さあ、ミスの方お願いします。じゃあ聞いていきましょうね。今のこの私がてっぺんだぞだと、この学校の私のてっぺんだっていうこの今の。あら、そう、そんな宝船みたいに考えてない。クローズかって。今の気持ち教えてもらっていいですか。自分がなると思ってなかったのでとってもびっくりして、あととっても嬉しいです。ありがとうございます。わー、素晴らしい研究ですね。心もミス、ありがとうございます。心もミス。さあ最後に皆さん前へ来てもらっていいでしょうか。そうですね、みんなで一緒に。皆さん前へ。ミスミスターに選ばれただけじゃなくて候補に入るだけでもすごいですからね。さあ皆さん大きな拍手をお願いします。皆さん前統一してください。それじゃあね、これがフィナーレですよ、瀬尾さん。はい、そうですね。じゃあ最後みんな幸せな気持ちになったって人、かっこいいの見て。じゃあみんなでありがとうで終わりましょう。いきますよ。3、2、1、ありがとう。さあ51回ミスミスター以上です。ありがとうございました。ドレスは千代田さんです。皆さんパンフレットの後ろ持っていってくださいよ。